皆さんこんこにちはいやー、ね大谷さん、びっくりしましたけどね、今日は1番、ピッチャーで出場ということでね、まあ、あの DH がね、なかったんですけども、まあ、それでも1番でピッチャーやるっていうのはね、まあ、すごいことだと思いますよね。で、それをですね、ピッチャーやりながらの2アンダーで、まあ、投げては、 えー、投げても2安打ですか1失点ということでねき、まあ、今日は素晴らしかったんじゃないかなと思いますねそれでまあバッティングの方ですけどもね、まあ、いきなりすねるから、えー、ヒット打ちましてねで2安打目もツー、まあ、ベースなんですけども、えー、セカンドにねスライディングしたところでさらに滑っていっちゃってね、まあ、足が離れたっていう感じで タッチを受けてアウトってなったんですけどもまああれはちょっと微妙な感じでしたのでねまあ公式戦だったらチャレンジかなという感じでまあ実質ツーベースでしょうというねフェンス直撃の当たりでしたでまあ打撃はやっぱりねいいですよね連続安打も続いてそして今日はマルチということでねまあ、出撃機の方も、えー、好調かなっていうのと まあ、あとですね、フォアボールも取れてましたし打撃の方でですね。でまあ、臭い球とかね、去年はくるくる振ってたんですけども今のところ、こう、止まってね、まあ、三振も少ないですし打撃、まあの方の調子もいいのかなと思いますね、かなり。そしてまあ、ピッチャーですね、えー、3回目ですか、登板がね。で、まあ、 今日はね結構力入れて投げていたなという印象ですね、声も出ていたし、でまあたち数十人やってねパドレスの,、まああの大型契約を結んだっていう動画も出しましたけども、まあ、もうスーパースター、仲間入りしたような選手ですけどもね、まあ彼をねこう力ずくで抑えに行こうっていう風にねいう気迫があふれたなんか対戦だったなと思いましたね。 でまあ、最初はねスプリットで三振に取ったんですけどもまあ彼もねタティスもびっくりしてた感じですねあのスプリットはねあそこに決めたらもう打てないでしょっていう感じでしたでまあね次の大戦の時も、えー、160キロおそらく超えてるストレートをね投げ込んでましたしまあ球のね威力的には前回の時はちょっと 感じなかったんですけども、えー、今回ね3回目の登板となりましたけど、えー、ストレートの威力としてはねかなり良かったんじゃないかなと思いますで 101. 何マイルということでまあ、約1 6 4キロだか 3km、えー、計測していたようでね最速はまあそういうのもね、えー、現れているように力強い、えー、ボールでしたねでまあ、あと心配なのはねまず なんかスリーボールってねストレートでスリーボールになっちゃう場面があったので、まあ、請求がね、まあ、ちょっとなのかもうちょっとなのかなという印象はありますけどもただ、ちゃんと入るときは入るので、まあ、その辺の何なんでしょうね入らないときは入らないというかね連続で、まあ、そのときはバランスが崩れているのか,なんかリリースどこが悪いのかちょっと分からないんですけども。 まあその辺が、ね、心配な点1つあと、なんかやっぱりキャッチャーとの意思疎通というかねサインが合わないという場面が結構ありますので、まあ、誰と組むかっていうのは分からないんですけどもね、まあ、その辺はまあもうちょっとこうやっていく必要があるというかね、まあ、シーズンに向けてそれを、ね、結構やると流れがなんか途切れたり悪くなったりね するんですけどもまあでも大谷さん自身がこう投げたいボールがあってですね、まあ、首を振って自分で投げられるっていうのはまあ逆に言ったらいいことではあるんですけども、まあ、だからキャッチャーもその辺を理解してねこうサインを出してくれればいいんですけどもねそれがまだいまいち噛み合ってないという感じですかねという印象がまずありましたね。それでまあ やっぱりねその細かい請求っていうのはさっき言ったところは徐々にはね良くなっているとは思います変化球をねギリギリにこう入れて見逃す三振とかもとってましたしまあ、外低めとかねさっきのタティスの時のスプリットとか要所要所のこの請求は良くなっていると思いますあの割合はですねいいところに行く割合は増えていると思います。 ただその突如として乱れるその辺だけ気をつけてもらえればなと思いますねでまあ本当のね今日なんかは二刀流って言ってもまあピッチャーで投げて DH で出るっていう感覚ですけども今日は本当に二刀流ですよねだからまあ DH がないねえー、なんていうん あのナショナル・リーグとの試合の時に、まあ、もしあのレギュラーシーズンで、ね、投げるとすれば、まあ、打席に入るんですけども、まあ、果たしてその時どうするかですよね本当のレギュラーシーズンの時にでまに、あ、1番ピッチャーってね普通は考えられないと思うんですけどいくら、ね、二刀流でやっているという状況でもですねただ、今日やったということは 個人的にはねそんなに可能性はないと思ってたんですけども今日それをやったっていうことはねあの公式戦でやりたいというかやる可能性があるから多分試したと思うんですよやらないなら9番とか8番に置いといたと思うんですよね負担を減らすためとかただ今日入れたということはそのメジャーの場合なんて言うんでしょう楽しそうだからっていうか楽しそうだからっていうとあれですけど まあ盛り上がるからとかいうあれで、まあ、もうねシーズンも近づいてますからそんだけの理由で1番ピッチャーで入れるとは考えられないんですよね、まあ、負担が増えるし、まあ、そこで怪我したらシーズンに影響しますからねなのでおそらく本当にタイミングでローテが回ってきたら、まあ、やる可能性があるから試したんだと思うのでね本当レギュラーシーシズンでやったら かなりぶりぶらしいんですよね1 9 1何年とか以来そういうことはピッチャー1番っていうのはなってないらしいのでまあやったらすごいねことですけどもまあその怪我のねリスクとかまあ1試合での負担とかまあいろいろありますけどもまあ見てみたいっちゃ見てみたいですよねただ本当に今日も総類でね。 ちょっとこう滑りすぎてベースの上で滑っていっちゃってっていうのがあったので、まあ、そういうところでの怪我とねあと一塁の時のあのね牽制で戻る時に右手から戻ってね肘とか手首とか指とかやらないようにねしてほしいなとその辺の怪我はまあ防いでほしいなっていうのはありますねもう投げてて怪我しちゃったっていうのはしょうがないと思うんですよね。だけどその それ,とかそれ以外のところでの怪我はね、なるべくしないようにこう工夫して、まあ、やってるんでしょうけどもね、やってもらいたいなと思います。ということで、まあね、大谷さんの話で長くなりましたけども、今日はやっぱりす、ね、もう全米が驚いたという、ね、感じですからね、スネルもね、まあ、驚いてたと思いますしね、まあ今日は本当にかなり、なんていうんでしょう、大谷さんの話題でね、 持ちきりだったんじゃないかなと思いますねアメリカも日本も。ということでね大谷さんのコーナーでしたえ続いてですね、まあ、連日アデルのことについてね話してますけども、えー、マイナーの、ね、オプションで、えー、マイナーに行くという感じになったっていうね発表が出てましたのでもともとねメジャーはマイナーからあメジャーじゃない開幕はねマイナーからスタートという、えー、話になってましたのでね まあそうでしょうねという感じなんですけどもまあ昨日も話したんですけどとりあえずね守備ですよねでまあまだね21とか22なので日本で言ったらまだ大学生大学4年生のね、えー、年なんですよねでまあ高卒で入ってきてまあドラフト1巡目でねで2017年のドラフトかなで入ってきてまあ そう考えたらまあ4年目とかなわけですよで、まあ、その年齢で、ね、去年メジャーにいただけでもすごいと思うわけですよ普通に考えればね。でまあまだその経験が足りないっていうのは去年のああいう状況でね、えー、早めに上げちゃったっていうのがあるので、まあ、それは致し方ないのかなと思いますけどもとりあえずその守備だけね打つ方とかはね、あのー、打てないっていうコメントありましたけども。 ままあ去年なしょうがいいと思いますよ実際そう簡単に打てるもんじゃないしでまあ打つのは、まあ、だんだん慣れていくとしてその守備をね普通に普通の球も普通に取れるレベルになれば問題ないと思うんですよねであとはもうどの程度慣れて打てるようになるかなのでその2122の段階で全然打てないっていう判断 するにはまだ早いと思うんですよね個人的にはで現状のまま25ぐらいになったらもうちょっとダメだなっていう感じにはなると思いますけど、まあ、まだ成長の余地はね全然あるので、まあ、その辺はね守備だけどうにかしてあと後半上がってきてまたメジャーの球になれればいいということなので、ね、まあきっとねもうちょっと打つと思うんですけどねポテンシャルが。 もうそういうぐらいのポテンシャルはあると思いますしね。あと、体つきをもうちょっとね、えー、がっちりしてくればいいんじゃないかなと思います。で、まあ、種類ですけどね、なんであんな感じになっちゃうのかなっていうのはあるんですけど、まあ、やっぱり、その、やらかしてるあの状態がひどいので、1やらかしでも10やらかしぐらいに思っちゃうんですよね、こっちは。 でまあそのね、ファインプレー気味ので取れなかったとかならいいんですけど余裕に取れそうなのもなんか変なことするので、まあ、余計に、ね、やらかしているように感じているしイメージがついちゃっているんですよねで実際、そこまで多くはやらかしていないと思うんですけども、ね、ただやらすげえやらかしているように思ってしまうという、ね、印象ではそうなってますよね。でまあ、その守備もいいろろあって まあんまり、ね、守備範囲とかが広くなくてギリギリ取れてファインプレーに見えちゃう人でもちろんその守備範囲が広くてファインプレーするっていうのは、まあ、やっぱりその足も速いし守備範囲に、ねえー、一,瞬一歩でも早く行けるロスなくこう落下地点に進んでいるっていう選手でその落下地点まではいけるんだけど球際が弱い選手っていうのがいると思うんですけど まあ今、ギアが弱いのかなと。で、行ってるんだけど取れてないとかね。行ってるんだけど変なことしちゃうとか。まあそういうのが多いと思うので。だからそこまでは行けてると思うのでね。あとはしっかり取るだけっていうかね。まあなんか目線がぶれたりしちゃうんでしょうね。その辺をもうちょっとこううまく教えてもらって。まあやればね、行って取るだけなので。 まあ、できるとは思うんですけどね、ドラフト1位になってるわけですからね、なので、もうちょっと、えー、守備練習して、まあ、上がってきて、まあ今年は2割5分の、まあ、数本ホームラン打ってくれれば、まあ、いいんじゃないかなとで、来シーズンはフルでね、最初からメジャーで、でまあ、ブランドン・マーシュもいますのでね、それもまもちょこちょこ上がってきて、アプトンが えー、いなくなると思うのでその後ね守れるようにね、えー、両者とも頑張ってほしいなと思いますということで本日は大谷さん大活躍でしたという話でしたご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録、高評価、コメントありましたらよろしくお願いしますで本日のね映像は、えー、もちろん下に貼っておきますので、えー、公式サイトでねご覧いただければと思いますでは終わります